康子さんが起業されたミラーフィットについて事業内容を教えてください。はい、あの僕らが解決したい課題ってすごくシンプルで、日本ってあの寿命世界一なんですよ。でも寝たきり人口も世界一位なんですよ。果たして健康な国なのかっていう疑問がやっぱりあるときに。 なんでだろうなというデータを見ていくとやっぱり運動参加率がたった3%しかないんですね米国が18%アメリカだからだってみんな言うんですけどお隣の韓国でも6%なんですよねだから日本って何でこんな運動参加率が低いんだろうって考えた時に決して不健康が好きなわけでも、えー、意識が低いわけでもないんですよ純粋に取り組むハードルが高すぎる例えば運動したいなと思っても、えー、会社に行かなければいけない時間がない。 あと運動したいなと思ったその日に雨が降ってたら行く気なくすじゃないですか運動したいと思った日に荷物をたくさん持っていくってなったらモチベーション下がるじゃないですかよしじゃあ今日は何があっても雨が降っても荷物を持っていっても運動するぞと思った日に予約取ろうと思ったら予約取れないってすごく難しいじゃないですかなんで運動に入るまでのすごいハードルが高いのでこのハードルを取っ払ってあげて今これだったらできる今ここだったらできるを叶えてあげるサービスが必要だなと思いました 毎毎日日人ののスケジュールっっっててて変わいいくくに毎日同じ場所でで運動するってさせるすすごく難しいんですよだから唯一の解決策は毎日帰るる場所自宅をジムにすることだなと思ってますなんで自宅で、まあ、ペロトンというエアロバイクを使うビジネスモデルもあるし携帯やパソコンを使うフィットネスアプリ型もあるんですがチャリンコは多分邪魔です日本の住宅に携帯やパソコン利便性は高いですただ自分の動きが分かんないじゃないですかだからなんちゃっての運動じゃなくて正確な運動をするためには 鏡をを見ながら自分をやることで鏡っていうのは全ての家に必ずあるんで鏡のリプレイスをして運動を自宅でさせるこれがすごい今を叶えるサービスなんじゃないかなと思っていてそれで誕生したのがあのミラーフィットという会社になりますミラーフィットは今まさに今この瞬間やりたいを叶えるサービスにはなっていてすで、えー、に500本以上の VOD コンテンツ あと1人じゃ頑張れないっていう人のためにライブコンテンツですね参加者同士トレーナーとチャットを送り合いながら励まし合いながらやるコンテンツあとは自分の好きなトレーナーを指名して自宅の中でパーソナルが受けられるサービスを展開していますただそれだけだと多分なかなか続かなくてここに絶対必要なのはエンターテインメントゲーミフィケーションあとコミュニケーションなんですね なんで運動をただ見てやるだけじゃなくて AI がスコアリングしてくれたりフィードバックしてくれたりあとトレーナーと喋ったり参加者同士と応援し合ったりってコミュニケーションが必要不可欠あと出したスコアが全国ランキングになってゲームになっていくこういう仕組みをたくさん埋めていきながらあの継続を促すのがまあミラーフィットの一つの特徴なんですが現状できるのはここまでです。だから僕ら僕が今後を目指しているのは 家にある鏡が運動しかできないのってもったいなでんですよ 3D で自分の体を管理しているのでその体組成型データであったりボディサイズのデータって将来洋服を買う時の一つの指標になったりもしますし鏡の前でやる行動として服を試着するだけじゃなくてメイクっってていいいううコンテンテツももあありまますす遠隔診療っていう可能性もあると思いますなので今はオンラインフィットネスだけなんですがこのサービスの幅をファッションやメイクや医療 こっちにどんどん広げていきたいなと思っています。